リーグ創設後、通算の順位がこちら。プレミアリーグビッグ6、マンチェスターユナイテッド、アーセナル、チェルシー、リバプール、トッテナム、エバートン。マンシケ、これもマンシケが2008年に発足したスモールクラブであると証明するもう一つの理由だ。その2008年のクラブはすでにトレブルを達成したよ。どうぞチェルシーはこの調子で頑張ってください。マンシケは不正によって1400ポイント剥奪されるので最下位になりそうだ。やはりイングランド最大最高のクラブはマンチェスターユナイテッドだ。俺たちが圧倒的にリードしてお前らが追いかけてくる。200ポイント差だぞ。すべてサーアレックス・ファーガソン個人の成績だ。ファーガソンがいなかったらユナイテッドはコメディクラブになっていただろう。アーセナルがロンドン最大のチームであること以外、ここには見るべきものは何もない。そしてアーセナルは20年間リーグ優勝しておらず、7年間トップ4にも入っていなかった。なぜ彼らがまだ2位にいるのかクレイジーだ。チェルシーが11位だからです。逆にこの成績で20年間プレミアリーグを制覇できないアーセナルがすごいよ。トップ5に無冠のクラブがいるのはなぜなのでしょうか。スパーズとチェルシーはビッグボーイズの中に入る資格はない。お前は典型的な2010年生まれのキッズだな。スパーズはベターなクラブではあるがベストなクラブではない。ハリー・ケインのおかげで5位だが、ハリー・ケインのせいで5位だ。1位マンシケ、110ポイント。